はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安江でございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな血液がんになってしまったたくさんの患者さん、そのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日はね、その大阪は雨が降ってましたけども、まあ、ここ最近はね、その春の陽気のせいなのかしてですね、まあ、陽気というか日差しがねすごかって、最近ね、今日は晴れてるんですけども、その紫外線がね強くなってきましたね。手の甲がねヒリヒリしてきました。今日は、まあ、まだ寒いですけども、その、まあ、昨日の雨のせいかもしれませんけどもね、それはね、先日ね、その手の甲の話なんですけどもね、今日はね、そのトイレットペーパーの話をしたじゃないですか。あのお話した時にね、車運転してたんですけども、この、まあ、僕がハンドルを持つ時にね、その右手を、時計でいうところの12時のところに置いて、置いて運転することが多いんですよ、こうやってね、ハンドルを持って。というか、まあ、右ハンドルの人やったらみんなそうなりますよね。左腕は肘置きに置きがちでしょ。なんかこういう感じで運転すると思うんですけども、その体勢に疲れたら今度はその、10時と2時の、ところに、手を置いて時計で、ね、そこでこう姿勢を正してね、こう自動車教習所ばりのこの体勢に入ることもあるんですけども、まあ、その12時のところに、手を置いて運転することが多いんですよ。でその右手の、ね、甲がヒリヒリと日差しが刺さる感覚になってしまって、その、ね、運転してる途中なんですけども、その家族が一緒に乗ってるのに ね路肩に車を止めてですね、慌ててこう手袋をしました。ほんならね、えらいもんですね、手袋で、ね、日差しを、ね、こう遮ったらですね、ヒリヒリしなくなったんですよ。でもここ最近はですね、昼間はこう晴れ間が続いてて気温も上がってたし、洗濯物もねよく乾いてる日がね続いてましたので、まあ、そろそろ春が来るんではないでしょうかねって感じなんですけども、まあ、なんで思ってるんですけども、気温はまだちょっとね下がってるんで、雨降ったらねやっぱりまだ前の日のね気温が上がってない分ね、次の日にこう伸びてしまうというのもありますけども、ちょっとその紫外線の話に戻るんですけども、あれいつやったかな、10月ぐらいの動画やったと思うんですけども、まあ、それもその話の時もですね、車で買い物に出かけた話だと思うんですけども、まあ、すぐ帰ってくると思って日焼け止めをこう塗らずにね、いつも塗ってるんですけど塗らずに運転してたら、まあ、その日は確かお昼3時頃やって、でこの西日がね結構きつくて、ね、お顔がヒリヒリしたとね話しようかなと思うんですけども、そのね、キャップをこうかぶってね、こうマスクをしてて肌が露出してた、その頬骨の部分、ここのね頬骨の部分に直射日光を浴びてて痛かったことがありましたね。その時とね同じやったんでしょうね、きっとね。まあ、その時から半年はね経っているんですけども、その鼻の方はねなかなか成長してませんでしたね。というか、まあ、思ってるよりも体は回復してなかったようですね。まあ、今はねもうその口内炎と、そのね目の中の視床角膜炎って目が痛くなるやつがあるんですけども、これもね自分 HD でそれだけと思ったんですけども、その春の訪れとともにね、その肌の障害とね再開してしまいました。というか、まあ、秋にね痛みを見たのをね忘れてましたね。まあなかなかねこう思い通りには、ね、いかんもんですね。まあその日差しがあって、まあ、冬やし車に乗る時はね手袋をしてたんですけども、ね、自転車に乗る時はもちろん寒いのもあって、もちろんちゃんとね手袋をしてましたし、そのでも寒すぎる時はねスノーボードのグローブをねしてましたね。まだまだずっとね手袋はねこれからもしますけども、ね、これからはね お顔に日焼け止めを塗る生活がね始まると思います。今までの塗ってなかったんかいって感じなんですけども、まあ冬やしね寒かったし、ここのところね日差しがある時間帯はほんまに外に出てなかったっていうのもあったし、でそれにコロナもあるんで余計にね外にも出たくなかったので日焼け止めを塗る必要もなかったです。洗濯物干す時などの時間帯っていうのは昼間なんですけども、日差しはねあるんですけどね、それぐらいの時間短時間っていうのは大丈夫なんですよ。もちろんねマスクはしてますけども、
退院したての頃っていうのはその洗濯物を干す時でもね、この帽子を深くかぶってマスクして長袖を着てってしてたんですけども、まあ、今みたいにねちょっと元気になってきたらちょっと気抜いてしまいますね。ね、ちょっとねこれからは改めてまた予防をしていきます。しっかりとね日焼け止めを塗って心がけていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。